はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ちょっと久しぶりに川崎で飲もうかと思いまして、駅近くに来ております。気になるお店があったのでね、皆様にご紹介しようと思って今日飲みをね決めたんですけれども、なんかいろいろといい映像が撮れるように、なんかこんな感じでね、肩にもカメラを背負いまして恥ずかしい状態でございます。で、今日向かうお店さんは僕のね大好きな中本さん近くということで、なんとですね、割烹料理がワンコインでいただけるお店があるということで、気になるじゃないですか。やっぱりね、割烹といえば一品一品高いイメージがありますけど、うまい割烹がねワンコインで食べれるんだったらそれに越したことはないということで、僕もね行きたいですし、皆様に川崎のいいお店を紹介するということでですね、今回は飲みに伺おうと思います。で、今日目的のお店はこの辺りでございますね。あったあった。こんな感じで居酒屋さんが集まった、商業施設があるんですけれども、ここの2階ですね。ワンコイン割烹川崎魚金さんということで、もうほとんどがね500円でこの単品メニュー等を提供しているということで、普段ねおしゃれなものを食べに行かない僕ですが、気兼ねなくね入れそうなので、本日はこちらで飲んでいこうと思います。行きましょう。だけどちょっと電話で YouTube の件でお電話させてもらいまして、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。すいません。すいません。ありがとうございます。そしたらですね、ただいま店内に入ったんですけど、まあやっぱりひとまずはビールですよね。で、これね、ビールも500円ということで、これはね、のんべえにはありがたいですよ。いや、それにしてもね、めちゃくちゃメニュー多いわ。これ一応ね、全品ワンコイン制ですから、まあ、僕自身はねそんなに普段ガンガン食わないですけど、日常から大食いの人とかね、酒ガンガン飲む人はありがたい価格帯だと思う。で、なんかね調べたところによると、この魚金さん、この川崎ではこのワンコインの店舗があるんですけれども、新橋の方に総本店があるみたいでして、それ以外もね都内には結構別店舗っていうのかな、そういったですね店舗展開をされているみたいなので、おそらくのんべえの方は知ってるようなお店かなとは思いますけど、僕自身は初めてなんでね。ありがとうございます。そしたらね、本日1杯目到着しました。頼んだねつまみはもうちょっとかかると思いますけれども、泡がへたる前に早速本日の1杯目ですね、いただきます。ちょっとお通しきましたけど、これありがてえわ。じゃあ早速始めちゃいますか。ご飯もいただきます。お通しが、これ煮物かな、煮物とポテサラ。これもね相当染みてますよ。うん、うまっ。あー、間違いなくこのペースだと一品が来るまでビールは持たないね。で、続いてこれねポテサラでございますね。うん、うまい。でも今まで僕のチャンネルの飲み動画だと結構町中華とかね大衆酒場、まあ、そういったところが多かったので、こういう新しい、しかも割烹を出すねお店っていうのは、まあ普段も飲みに来ないし、動画でももちろん初めてなんだけど、今ね僕が座ってるようなこの2名掛けのテーブルもあったりとか、カウンター、それ以外にももちろん大きいテーブル席もねあったりするの、ちょっといいお店を見つけたかもしれない。すいません。つるむらさきの白あえになります。はい、いただきます。そしたらね、注文した1品目到着しましたけれども、白あえですね。で、本日はつるむらさきということで、飲み好きにはたまんないね。ちょっといただこうか。あ、あります。飲み物なんかお持ちします？あ、そしたら各ハイボール、はい、お願いします。ありがとうございます。これ、ありがとうございます。あります。ちょっとつるむらさきとね追加注文した角ハイを合わせて、うまいなあ。うまっ。はあ、この暑い時期はこういう白あえがうまいな。うん、白えも美味しいんだけど、このビジュアル見て、里芋の磯辺揚げやばくない？これ序盤って頼むべきじゃなかったな。今日一番美味しかった1位が覆ることがなくなるかもしれない。このね、青のりの香ばしい香りとねっとりとした食感、止まらない。日本酒飲みたくなっちゃうな。これね、ずるいなって思うんですけど、ここにねあるんですよ、季節の日本酒。さすがにこんな序盤からね日本酒飲んでるとペロペロになっちゃうんで、後ほど試すけど、いや割烹はいいね。本当に日本酒が合いますから。これ揚げ物やばいな。手羽先と揚げ物、ハムカツとかメンチとか、ここら辺ね結構いろんな飲食店さんが使うようなブランドの鶏とか豚を使ってる。これ500円なんだ。大山鶏といえばラーメン屋さんでもよく聞くし、林 SPF でいうと、とんかつ屋さんとかかな、有名店とかもよく使ってるようなブランド豚でして、ちょっとここら辺はさすがに追加しますか。ワンコインだからね、やばいよ。今ねちょっとその銘柄の、鶏豚等ね注文しましたけれども、おすすめも聞きまして、やっぱりね夏だからということで、本日の一品から夏に始めたメニューであったりとか、通年よくあるんだけれども出るメニューっていうのもお伺いしたので、それを追加で注文させていただきました。でね、夏といえばというメニューでしびれの麻婆豆腐を注文したので、それが来るまでにこの角杯を飲み切ってジャス杯合わせたいな。ありがとうございます。そしたら追加の山形の出汁がかかったやっこ到着しましたよ。やっぱこの時期といえばね、やっこですよね。白えは食べたんですけど、これはもう別物です。青唐が入ったさ、ちょっと辛みのある出汁は初めてだから、ちょっとハイボールを片手に。めちゃくちゃうまいわ。この青唐入った方が普通のだしよりも好きかもしれない。山形のだしってやっぱりこのだし感、うまみが強い分優しいので、青唐の辛みが入ることによってやっぱりその爽やかさっていうのかな、後味のキレも増すし、なんかまた次にまた次にっていう感じが増すね。ちょっとですね、このだし冷ややっこと磯辺揚げかには合わないとは思うんですけども、この後来る麻婆豆腐に合わせるためにですね、ジャスミン杯、ジャス杯ですね、注文させていただきました。麻婆にはね合わせたいでしょ。はい、バートンの酸味のわさびあえです。ありがとうございます。そしたらわさびのあえ物かと、これねジェージいただきつつですよ。うわ、これはわさびつん、わさびすごいね。これは日本酒だったわ。うんまっ、割烹っていいわ、全部うまい。ただね、今回飲み動画ですんで、そんなに大食い動画ではございません。そろそろねちょっと締めを考えていくフェーズに入っているのかなと思うんだけど、鯛めしもあったり、うなぎを使った焼きおにぎりもあったり、それ以外にもね甘味どころ、かき氷もあったりと、結構ね締め多いんですよ。いやー、ここは悩ませるね。やばい、追加のメニューを調考している間に麻婆豆腐に合わせるために頼んだジャスミン杯をね飲み干しちゃった。すいません、ありがとうございます。うまそう。ということで揃いました。 JJ と麻婆豆腐ということでうまそうだし思ったんだけど、ワンコインのお店ということで一品一品そこと安いと思うんだけれども、お腹いっぱいになった時に普通の方であればあれも食べたいこれも食べたいと、でもお腹に余裕がないことあるじゃないですか。ワンコイン分なのでちょうどいい。1人で飲みに来たとしても3品ぐらいは頼めるだろうね。またね、このこぼれが嬉しいですよ。うわー、むちゃくちゃいいね。うわー、確かにこれ商品名通りホワジャオの香りはしっかりするわ。やっぱ野菜です。このね、コロナ禍に入ってから川崎のお店っていうのも入れ替わり立ち替わりが激しくて、好きだったんだけどなくなってしまったお店もあるし、それ以降ね、そんなにこうガッと心に刺さるような飲み屋さん見つけられなかったんだけど、久々に刺さってます。ありがとうございます。いただきます。待って、想像してたメンチカツと違う。こういうソースがもうかかってるんだ。むちゃくちゃうまそうなんですけど、香りいいわ。お肉ぎっちりですよ。ちょっともったいないのでしっかりとこれソース絡ませまして、うまっ。いい豚を使ったハンバーグに衣がまとってる感じ、ソースもね相まってハンバーグ感もあるんだけれども、このねパン粉のいい香ばしさ、これもねしっかり残ってるから酒にめちゃくちゃ合うわ。これワンコインにいいの。うめえ。ありがとうございます。いただきます。宅配追加でお願いしていいですか。はい。あのね、このソースで1杯飲みます。マジで。メンチで1杯、ソースで1杯、合計ね2杯500円でお酒飲めると考えたら相当安い。で、メンチにね、夢中になってる最中にこちら、手羽も来ましたよ。このね、大山鶏を使った手羽ということで、これもね、ちょっとお酒に合わせましょう。ありがとうございます。すいません。いただきます。皮目パリッパリ。でも火入れがちょうどいいわ。今日ね、正直ギリギリまで悩んだんですよ。大衆居酒屋にするか町中華にするか。正直飲み動画撮影をするときにこういうおしゃれなんで自分の選択肢に入ってなかったんですけど、来てよかったわ。ちょっとソース残ったんでもったいないから、これね唐揚げにソース絡めちゃいましょう。あっ、うんまっ。今ねこれ麻婆豆腐上のお皿分を完食したんですけど、こぼれ分でね一皿あります。これでね500円は安すぎる。いやマジでいいお店見つけた。ということでね、頼んだ料理はこんな感じで完食しております。残すところはアジフライと、あとは締めの焼きおにぎりですね。お待つばかりでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで来ましたよ、レアアジフライ。やばいでしょう。特上にはお塩はなくてですね、これでいただいたのがイカリリースレトロというこちらおソースでございます。これをかけて食べてくださいってことだったんですけれども、せっかくねレアアジフライですから、まず1個はそのまま食べましょう。カメラ越しでね伝わってるかわかんないんですけど、いいレア加減ですよ。間違いないです。これ来たら注文は絶対にしてくださいね。ふっくらかつ脂も乗ってるし、いわゆるアジ光り物が苦手な人の臭みっていうのは一切ありません。これは最高の一品だ。ちょっとこれそのままもう一尾食べちゃおう。ちょっとね、せっかくなんでこのいただいたソースとタルタルを合わせて、いやこれはね満足だわ。はうまいうまいな。ありがとうございます。うわうまそうということでね、本日最後の締め到着しました。うなぎの焼きおにぎりを初めましてなんですけど2個頼んできたうまっ。これね冗談抜きでかじった瞬間に分かります。うまい。焼きおにぎりのカリカリ感とうなぎのふわふわ感で、上にトッピングされてるいくらのプチプチ感、食感も全部違うし、でもね味と香りのまとまりはすごい強いから、今日本当にこれ締めで2個頼んでよかった。